ばんは。キムチ雑炊食べてます。よく作るやつ。すごい青色テントいっぱい、ありがとうございます。お腹めっちゃ鳴ってる。なんかすごい青色テントいっぱい。みなさんこんばんは。今日からだったのか、14の応募は。スズラン？かわいい。ありがとうございます。今日ね、お昼に久しぶりにたこ焼き食べたんですよ。美味しかった。なんか冷凍のたこ焼きじゃなくて普通にお店のたこ焼きで、なんかお店のたこ焼きって美味しいね。まだテント集めてますか？まあ一応募集はして、募集を集めてます。青色テント、青色テントありがとう。今日は本当にいっぱいいっぱい寝ました。いっぱいいっぱい寝たんです。
起きたら11時ぐらいで今日3時間睡眠なんで。そう、11時でした。起きたら寝た。でも明日お仕事なんで、ちょっと規則正しい生活頑張ります買った。そうだよ、みんな明日からお仕事ですよ。ゴールデンウィーク終わりです。ちょっと待ってね。やばっ、姉ちゃん仕事してる。頑張れ。いやーもうじゃん、辛かったんで、いちごの豆乳味。いやーそう、早速ね、はい、ゴールデンウィークの振り返りでもしていきますか。うまい。はい、うんとね、29日からだもんね。4月29日からゴールデンウィークですもんね。そう、4月29日は皆さんも知っての通り、アイニャーさんの卒業公演でした。そう、卒業公演でもうちょっとね、緊張したんですよ。緊張したし、そのアイニャーさん、なんかもう卒業されるっていうなんか感覚がなくて、なんかまだいそうな感じなの。なんかわかる？信じられなくて。そう、それでなんかそれで泣かないって思いながらこう卒業公演やってたんですけど、なんだろう、レイニャーさんからの手紙がやっぱり一番こううるっときましたね。うん、なんですかね、なんか相方っていうか、すごいいいなって思ったんです。テントありがとうございます。うん、ね、そんな仲間持てるのってすごいことじゃん。そうだからいいなぁなんて思ったりして。そう、卒業公演ね、なんだろう、すっごいアイニャーさんさ、みんなのことをさこう心配して、そのダンスも比較的こう簡単なのとか言ったりしてて、そうなんかね、最後の最後まですごい優しかったし、そうなんかありがとうってずっとみんなにさ、卒業公演のレッスンなんかやってくれてありがとうみたいな感じで、たくさん覚えてくれてありがとうって言ってたし、そうなんか本当に最後の最後まで
本当にね優しい人だったなって、なんかすっごいたくさん、パラソルじゃないわ間違えたテントいっぱい、ありがとうございます。そう、なんかもうニャンニャーさんじゃないじゃなくなるっていうか、ニャンニャーさんがなくなっちゃうのが未だに信じられなくて、すっごいたくさんテントありがとうございます。うん、すっげえ、やば、いいよ、青色が欲しいわありがとう、ピンクのも。そうねえねえ、なんか卒業公演、まあ泣かなかったんですよ、泣かないって決めてたから。でもなんか卒業公演終わってこうなんだろう、写真とかね撮った時にいろいろお話しして、そこでこう泣いちゃったんですね。そう、なんかああ私のことを見てくれてたんだって最後の最後でこう気づいたっていうか、なんかそれがちょっとこう嬉しくもあり、もっと早く気づけたらよかったななんて思ったりもしたりしたんですけど、本当に最後の最後まで優しい方だったなって思います。うん、でなんか LINE してて、そうアンニャさんと LINE してて、そうなんか写真送ったりして、そうアンニャさんのキャッチフレーズのあのリズム感が好きなんですって言ったら、リズム感で見てるアンドゥ面白いって言われたんですよいや面白いかなって思って、いやあのリズム感好きなんだよなって思ってそうそう、そんな感じで、ね、LINE したりしてますはい、それが29日ですね。30日って何かあったっけな、30日に遊メール送ったりしたのか、ちょっと今予定見るわ。あー30日は稽古があったんだ、落語の稽古があり、1日も落語の稽古があり、そうで2日が遥か村でしたね。遥か村のやつでさ、あれ2日だよね。あーなんかすっごいパラソルじゃないわのなんだっけ、あー三角錐じゃなくって、テントここに書いてあったテント、ありがとうございます。そうだいいね、ありがとうね。そう2日だよね、あれ愛なんてさ、愛なん2日ですよね。あれなんか消えてるんですけど予定に、あれアイドルってなんだ、そうですよね、2日ですよね。あ、そう30日ゴルフ部、ありがとう言ってくれて、そうそう、その30日に巻き戻しましょう。ちょっと待ってね、そう30日はそう UX さんで、なんかすっごいいいよありがとうね、すごい気持ちだけ受け取っとくね、ありがとうね、ピンクのテント。そう30日は UX さんで、私は丸取りさんにこう生出演はしなかったんですけど、みはるさんがねその出演してて、でピックアップコーナーでなんだっけ、ゴルフ部ナイスショット NGT48 ゴルフ部でこうゴルフのね結果というか練習の結果というかをこうね披露したんですけど、
こう見てくださった方は分かると思うんですけど、そう、なんか私13番ホールっていう初心者さんに150ヤードぐらいの距離のあのコースからやったんですよ。そう、それでなんかゴルフをこうやった時にすっごいでっかい池があるんですね、そこって13番ホールって。でなんか右にそれると絶対池に飲み込まれるというそう感じなので、右にそれてもこうなるべくこうね池に飲み込まれない距離で行こうって思って、最初2段階にするかって言ったんですよ。手前の方、池の手前の方に落としてからグリーンを狙うか、もうグリーン直で狙うかみたいな感じになって、で私基本的にドライバーよりアイアンで練習してたんですよ、7番アイアンで。だからドライバーをたくさん練習してはなかったんですよ、本当にアイアンをずっと練習して、でドライバーをちょっとこう練習してみたいな感じだったんで、ドライバーすっごい自信なかったんです。そう、ピンクのパラソルはいいかな、ありがとうね、ありがとう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 、青色のテントがいい、青色のありがとう。そうそれでそう、でもなんかじゃあドライバーでやろうって言われて、ドライバーみたいないやーいけるかなって思ったんですよ。そうで、いやーどうしよっかーみたいな感じでなった時に、いやもうやるしかないって思って、そうもうドライバーでグリーン直を狙ったんですよで実はあれテレビにはね映ってないんですけど、あれがある、1回空振りしてるんですよ、1回2回ぐらい空振りしてるんです。ちゃんとこうね練習してからこう素振りしてからやったんですけど、1回かな空振りしてるんです私、はぁーってなって、はぁー空振りしちゃったと思って、ね、でもよしって思ってもう一回やったら、なんかビュンって飛んだんですよ。それをねマネージャーさん撮っといてくれたの、写真じゃなくて映像でも、なんか空振りもありますよ、動画が。でもグリーンまでワンオンした動画が途中で切れてるんです。なんでって思うじゃん、マネージャーさんびっくりしちゃって止めちゃったんだって。止めるなよって思わない後ろからこう撮ってくださってて、ねえワンオンするところまでこう撮っといてくれたらいいじゃん、マネージャーさんびっくりしちゃって止めちゃったんだって。いや止めるなってそう大事なところを止めてて、そう後でちょっとツイッターで動画載せるんですけど、そうマジででもなんかこう V を見た時、テレビでね V を見た時にやっぱこう打った瞬間ちょっとこう上がっちゃってるんですよね、キュッて。それがねちょっと悔しかったなーって思って、でも初めてのコース出てなんかこうね初めてのコースでこうグリーンにワンオンしたのがちょっとそう個人的には嬉しかったなーなんて思ってます。そうそうなんです。いやー美味しい美味しいよねまあそこからグリーンからがすごい難しかったんですよ、やっぱパターってすごい難しいなって思いました。練習で何回もこうやったりはしてるんですけど、感覚はやっぱね難しいですね。そうなんかもうギリギリで入らなかったりとか、距離感はこう距離感っていうかこの何力加減かはつかめてるんですけど、こうなんだろうちょっとそれちゃったりとか、そうそうそう傾斜になってたりしてるからね、 それがこう
まだ読めてない、ちゃんと読めてないっていうのがあって、その何回も惜しいのとかありましたよね。なんかこう入らないみたいな、もう私動きが変でなんでやーってこうやってやってたんですよ。私本当になんでそんな変な動きできるんだろうって思うんですよね。自分で自分をこうやってやったんだよ、おかしくね、笑っちゃうよなもうやってて猿やんそうで、なんかもうその13番ホールは5打でいけたのかな。そうちょっとね悔しかったんですよ。ワンオンからのこう一発でいけたらさ、それもよかったのにいけなくってダメで、そう5打でいけたんですけど、その13番ホール以降からあの美晴さんと一緒にこう参加したんですけど、まあ難しい、距離あるし、なんかもうボコボコだし、まあ難しいですね。もう10打とかでありましたよ。そう本当に難しいなーなんて思ったり、すずらんありがとう。そうで、なんか一番難しいなって思ったのはあのバンカーです。バンカーが難しかった、本当に。そう難しかったですね。もうそっから全然やっぱ美晴さんの方がすごかったですね、本当に。そうでもまあ初めての割には頑張れたんじゃないかななんて思ったりしてます。はい、だからねまたやりたいんですよ。そうまたゴルフも行きたいなーって、練習しに行きたいなーって思ってます。落語も終わったので、はい、そう30日はそれですね。で1日は30日もあの落語稽古があり、1日も稽古がありで、2日はそう、アイドルってなんだでしたね。アイドルってなんだ初だったんですよ。まあメンバー全員、初回のメンバー全員出演してから初めてで、そうなんかどんなことするんだろうって思ったんですよ。どんなことするんだろうって。でもなんかメンバー的にそのあのナナミとヒノがいたから、でなんかその2人だけちょっと別行動したから、あなんか看板のかなって思って聞いたんですよ。看板のなんかですかって答えてくれなくてスタッフさんが、そうあのフローラのねスタッフさんが答えてくれなくて、あれもしかしてみたいなこれかなって思って、えじゃあ看板の何かってなんだろうって思ったんだよね。なんだろうって思って、本当に何も知らされないままなんか現場行かされ、そうそうそう、それで何するかと思ったらあの看板を取り付けるっていうはい、ね初出演でねじ回しするって私思ってなくて、なんかこうみんなさ初めて出た時はさ、こう何あの新聞社行ってこう聞いたりとかさ、なんかダンスをこうやるとかさね、なんかそういうね、なんかこうあいかにもこう地元密着お仕事みたいな感じのやつだと思ったんですよ私。したら全然違くて、まさかねじ回しっていういやマジでこれはなんかこうバカにしてるように聞こえるかもしれないですけど、これ一番惜しいと思ってて自分で一番美味しいなって思ってるんです。あんな夜中に初出演の生放送ですよね。それでもう何するかと思ったらねじ回しです。もう最高じゃないいやもう逆に面白かったよ
逆に面白くて笑っちゃった。そう、楽しいねじ回しでした食って必死にもう頑張ってました。時間内にやんなくちゃいけないっていうので必死に職人さんみたいにさ膝立ててさこんなやっててさもう笑っちゃったんだけど本当に。なんかそうツイッターでさなんかスクショとかそうインスタライブで生中継してたり同時進行でやってたのでそのねスクリーンショットとかも載ってたりしたんですよ。だからなんかそれ見てみたら私本当になんか軍手はめてさ真っ黒いコーデでさこんなやってるからさなんか私転職できそうほんでもうマジで面白かった自分で見ててそうそうでも時間内ねもう必死です。必死でインスタライブの方はこの生放送と違ってCM 中もずっと回してたので CM の時はこんな感じなんだっていうのを皆さん多分分かったと思うんですけど、すごいたくさんね青いテントとかたくさんありがとうございます。そうなんかほんと CM 中すごいバタバタしてたでしょ。もう CM 明け何秒前ですみたいな感じででこう移動してさこの角度で撮りますみたいな感じやったりしてて、そうでロッチさんは電話で出演してくださってねえ、そうそうなんです。いやーでも楽しかったですよ本当に。すごいたくさんテントありがとう。そう私はなんか動きやすい服装で来てくださいって言われてたんですよ。だから動きやすいっていうかそのミニ丈ダメですみたいな感じで言われてて、なんだろうって思ったからじゃあズボンの方がいいかって思って、そうズボンにしたんですよね。でもあのコーデが結構好評で、そうあのコーデなんか綺麗みたいな、いいコーデみたいな感じでそう言われてて、すごい嬉しかったです。そうインスタライブ後はねじ回しはしてません。写真撮ってました。すごいたくさんテントありがとうございます。ありがとう、すごいピンクいっぱい。どうしたのすごい今日どうしたのはい、すごいそこにメンバーいる限り刺激を求めて旅に出ます。その先には幸せが待ってます。なんかすごいすごいしか言えないそう、あれかコーディネートはコーディネートか分かっちゃうんだなそう、あ青色テントありがとう。そうそれでインスタライブ生放送が終わった後もインスタライブは少しやっててそうちなみにさっき見たらあと5万くらいで達成なの次。あそうなの、でも5万もあるよ。いいゆるくやろうぜ今日はね。でもゴールデンウィークの振り返りだからちょっと長めにやるショールーム。そうでね、なんか皆さんこう突っ込んでメンバー突っ込む人いなかったんでここで言うんですけど、私最初から電卓持ってたじゃないですかなんかレンニャーさんとかなんかこうガタ姉さんのとかこう言われてたんですけど、私突っ込まれないっていうなんかそうあこれ突っ込まれるかなと思ったら生放送の尺的にダメでしたそう久々の電卓との再会でした。ラーメン部対そば部以来かな。そうたくさんテントありがとう、ピンクのテントも青のテントも。そう尺的にちょっと行ってみたいな言われてからあ本当インスタライブのコメントでめっちゃ突っ込まれてた。本当電卓は
あの多分事務所か劇場どっちかに置いてあります。そう、なんかずっと劇場に置いてあったらしい、あの電卓ずっとどこにあるか分かんなくてさ。そう、あの電卓はあの新潟フレンドの時にあの私電卓キャラになったんですよ。電卓キャラ知らない方には言うんですけど、これ前にも言ったんですけど、新潟フレンドって初出演とかした時って必ず特技披露するじゃないですか。特技で私電卓をやったんですよ。まあまあ一般人ぐらいのスピードなんですね。普通に普通のスピードでやってしまって、しかもその計算合ってないっていう。本当その当時私あの特技がなくて、特技って何ってのもないんですよ。そう、青色テントありがとう。そう。それでまあ、あのドラフト生でこう特技披露して、でその後にこうドラ生がこう二手に分かれてこうロケをしたんですけど、私はガタ姉さんとカイリと3人でやったんですね。でその時にこう街ブラブラしてて、でなんかこうキムチ屋さんに入ったりとか、あとそのセカオのところに行ったりとか、あと商店街回ったりとか、商店街回ってなんかおもちゃ屋さんとかなんかいろいろ行った気がするんですよね確か。でその時にでっかい電卓があって、それを買ってもらうっていう。そう、懐かしい。そうなんです、ストラップまで、首からこう下げる用のストラップまで買っていただいて、黄色の満面の笑みのなんかにっこりして私が買ってもらった電卓みたいな感じの写真がもう今ねありますよね、世の中に出回ってます。そう、あれ重たいですね、首から下げるとやっぱ重たいです。うん、そうなの、重たいし、そう録画ねその当時つかなかったんですけど、あんまなんか調子よくなくって、つく時とつかない時があったんですけど、今普通につくんですよ録。普通に録つくんですよね。そうでもね、いや楽しかったです、そういう経緯があり私は電卓を持つっていうキャラになってるんですよ。今はもう電卓マジで打てません。あの電卓キャラね、どこ行ったんだって感じなんですけど。今って何キャラなの、ちなみに私って。あ、ありがとう、テントとテレビとパラソル。私って今何キャラですか。何ですか私って今。今料理、破壊神って言ったやつをマジ覚えとけよ。すごい。パラソル、テント、テレビありがとう。ゴルフ、ゼクシー。それ田辺さん。それ田辺さんよ。何キャラなんだろうね私って。そう、もうなんかね、キャラ渋滞してる。何キャラみたいなないね私ね。これといってなんか強いキャラが、何でもできちゃうのかな勉強以外。勉強以外できちゃうということで。
そうで、なんか生放送が、アイナの生放送が終わった後も少しこうインスタライブ続いていて、なんかエアスケボーをするっていうまさかのエアスケボーっていういやー、でもなんかレンニャーさんのインスタとか見てるとすっごい上手ですよね。すごいなんか、なんかジャンプしてこう乗るやつできるんですかみたいな言ったら、なんかなんとなくできるようになってきたよみたいな感じで言ってて、そう言ってて、30万ポイント達成したの、やばやばマジで、ありがとう、みんなみんなありがとうございます。テントテントありがとう、おめあり、パチパチパチだって、ありがとう。そう、いやでもスケボー楽しそうだよね、楽しそうだなって思ってる。でもさ、あら、そこまでできるのすごいなって思うよ。テントテントありがとう。そう、肉だ肉だ、イエーイ肉すんごい単純肉単純すぎて、ねえ、ヒノ50万ポイントいったんだよ、すごくない、ゲームでしょ、すっごい、借りよ借りよヒノ貸してね一回でいいからやってみたい、スイッチ、あ、スイッチって言ったわあ、私スイッチだと思ってるんだけどスイッチじゃないかな、なんだろう、私スイッチだと思ってる、あのゲーム機え、なになんか他にある、 DS かな、 DS はないか、ちょっと待って分かんない、今のでも今のさ流行りってスイッチじゃないの、あと何があります、多分スイッチだよね、私もうスイッチだと思ってる、画像がスイッチ、いや、何、ファミコン、ファミコンって何、プレイステーションなんちゃらってやつ、 PS5 ってファミコンって何、たまごっち、そんなことある、50万ポイントでたまごっちはちょっと悲しいぞ、いや私はちょっとスイッチだと思ってるそう、日の貸してね日の貸してねはい、そう、一回で一回やってみたい、私多分ゲーム飽きちゃうんだよ、ゲーム好きだけど飽きちゃうんですよね、そう、昔は本当にゲームっ子で家帰ってすぐゲームやってたんですよ、お母さんに怒られた、マジで DS とかすっごいやりすぎて、もう本当に怒られたんですよね、カセットめっちゃありますよ。でも私ね、もうこれ言ったっけ、あのマリオパーティーってあるじゃないですか、そうマリオパーティーがあったんですよ、あったっていうことは、そう、なくしたんです、マリパなくしたの、カセット、マジで本当に今もうやりたい、いや仮パク忘れてない、多分どっかに落としたんだよね、そう、その当時その友達となんかこう集まってゲームするとかあったんですけど、その時多分なくしたんだよね、もう本当に悲しかった、マジで、あれゲームマックスまで行ってたんだよ私、そう懐かしいなーって思って
何の話、違うよ、ゲームの話、違う、ちゃちゃ。あ、テントありがとう。そうそう。ヤッホー。そう、だから多分私はね、そうゲームはすぐ飽きちゃう。でもローム場続いてんの、すごくない？ローム場続いてんのすごいと思う。私本当にゲームすぐ飽きちゃうんですよ今。だって携帯の中にゲーム一つしか入ってないもん、ローム場。すごいよ、ここまで続いてんのすごい。うん、漫画のアプリはいっぱいある。9個、いや9個まで減らしたから。そして前10何個あったからね。そう、いやーお肉嬉しい。いつ届くかな、やろうね、焼肉。嬉しい嬉しい。ありがとうみんな、ありがとう。そうで、2日とか3日ですね、5月3日。この日は初めて実地稽古、直接こう作家さん演出家の方にお会いして、生でこう稽古を見ていただいたんですけど、まあ生でやるとすごい緊張するんですよ。普段そのズームでやるんですけど、青色テントありがとう。そうズームでやってて、やっぱズームだとさ声がさ普通にこれぐらいの声でやるんですけど、なんか対面でこう初めてやった時ってこう声が小さいって言われるんです。会場がこう大きいから、もっとズーム声になってるから、もっとこう声出してみたいな感じ言われてやりましたね。やっぱその対面でやるのとズームでやるのとこう緊張感が違うんですよ。やっぱ対面でやるとすっごい緊張して、もう何回もねこうあってこう止まったりしたんですよ。すっごい怖かった、マジですっごい怖くて。でその日こうホテルでずっとこう練習してたりしたんですけど、やっぱ怖いなって思って、何回かこう練習した後に寝て、で次の日ですね、本番前にステージでリハーサルがあって、まあリハーサルではこう飛ばさず、まあ、ちょっと怖かったところもあったんですけど、そうで、なんかこう会場でリハーサルやった時に、まだそれでも小さいって言われたから、そう、あんちかさんもっと声出していいよって、はいって、カイリを呼ぶ時みたいな声でいいよってマネージャーさんに言われて、はいカイリーって。私会場にカイリーいないのにカイリーって叫んでるからね。そうこんばんは。そんな感じでそうリハーサルやって、そう本番を迎えました。3日、落語1日目ですね。そうもうね、1日目は1日目の最初ですね、15時半の開演の公演はすっごい緊張した、マジで。アールテントありがとう。なんかすっごい鼻のここが痒いんだけど、なんで。すっごい緊張しました、マジで。最初こう出てくるじゃないですか、こうやって出てきた時にもう、あーやばい、始まったみたいな、もう心の中で、あー終わった、どうしよう、無理だ、うえーみたいな感じになってて、もう心の中でもうそんなんで、もうね、もうね、普通にステージ上で深呼吸しました。ちょっとすいません、深呼吸させてください、はぁみたいな。いや本当に緊張するんですよ、なんかなんだろう、私がやった作品空知らぬ雨って、以前私がやった手の鳴る方よりもう全然難しいんですよ。
何が難しいかって役がいっぱい出てくるんです。役がいっぱい出てくるからこそ難しいっていうのがある。手のなる方へは逆にこう同じことをこう繰り返す感じの流れだからそれも難しいんですけど、で私は同じこと繰り返されるよりかはだから無限法要とかよりかはうーん空知らぬみたいなこう物語系の方がいいなと思いました。いやマジで本当に難しくて、でこの令和落語とか水行落語とかこのねイルミナスさんが言ってる落語ってこう面白さをこう求める感じのだからこうなんだろう変顔とかしたりするんですよ。もう稽古の日からなんかでも自分の中でもちょっと違くて去年やった時の心心境と去年やった時はすごい恥ずかしかったんですよ。なんかちょっと照れがあってでも、まあ、今回そんななんか照れとかなく普通になんか変顔とか変顔みたいなことやってたりしてそうそうなんです。いやでも本当にね難しいなって思ったんですよね。なんかここで笑いを取ろうっていう場所でさこう練習してるわけじゃないですか。でもいざ本番でやってたりしてもなんかそこを受けなかったりとか逆に違うところが受けるっていう、どこが受けたんだっけなんかえここ笑うんだみたいなところで笑いが起きたりとか、そうなんかすごい面白かったですね、うん、そうでなんか去年のその手の鳴る方へと何が違う自分がこう違ったかっていうと噛む回数の方が今回はすごい多かったですね。去年の方が噛まなかった、噛む回数だけで言うと今回の方がすごい噛んだなって思いますし、こう自分の中で、ね、あここ聞こえづらいだろうなみたいな滑舌ここ悪かったなっていうところがやりながら気づけた。去年はなんかこう分かんないんですよ、とにかく必死だったから分かんなくて、そうでもこうなんかできたなみたいな感じでだったのと、二人落語の時ですかね、去年のあの野本さんと一緒にやってたじゃないですか、野本蛍さんと。すごい方だなっていうのはなんかその当時分かってたんですけど、今年なってなんかこう落語をいざ自分がこうやってみて改めて野本さんの凄さっていうのが分かったかな。そう野本さんのその凄さが分かった公演でしたね。そう本当に野本さんってすごかったんだなって思いました。うん、私今回その出演してた方々ももちろんなんだろうやっぱそういうことをやってるだけであってすごかったですね。なんかなんだろう滑舌とかもなんか演技力とかも話し方もすごい上手だし、うんそうすごいいい勉強になりました本当に。ねでも私はその一人落語は3つ目で、二人落語は最初の一つ目だったんで、一人落語、一人落語、私の一人落語で休憩10分間挟んで、で二人落語、私とあの小野さんの二人落語でやったんですけど、その確認する時間が10分しかないっていう立て続けだったんで、逆にそこがすっごい緊張しました。うん、なんか
で私の場合その4、5と15時半、19時半、12時、15時半のその4公演でもうギュッと詰まれてた感あるじゃないですか。そうギュッてこうなってて、しかもその間もないし、一人落語と二人落語のその間がないので、もう本当にギュッと詰まれて詰め込まれてたので、本当にあっという間に終わったんですね。うん、いやでもなんかその今回の落語で、あの小山さんのやつ、あのテあれ なんて読むかわかんない、キラなんちゃらのやつで、キラ星、そうキラ星、あれは本当にマジですごい、すごいしか言ってないんですけど、なんかやっぱ声優さんなんですよね。そうあの小山さん声優さんで、本当に声が綺麗、てか喋り方が綺麗なんですよね。まず上手、本当に、そう本当にね、なんか見ててこうすんなりこう耳に入ってくる感じが、いやすごいなーって、声優さんすごいなーって思いましたね。うん、そうね、カエルやってたよね、あの妖精役が可愛かった小山さんの、でででー可愛い可愛いって思って、そうそうなんですね。えいやでもほんとね、小野さん、私と二人落語やった小野さんもすごい話しやすい方で、そうずっと空き時間喋ってました。それぐらいなんか話しやすい方でね、嬉しかったですね、ほんと楽しかったです。うん、でも小日向さんはもう可愛い、本当に可愛い、マジで可愛い、可愛いし、うん可愛い可愛いしか出てこない、可愛い。そう高橋さんはなんかなんだろう、小柄なのになんかパワーを感じるというか、でもすごいなんか気さくな方で、もうすごいな、楽しい感じでした。本当に喋ってて、そうそう高橋さんは同い年らしいんですよ。いやでも本当綺麗な方ですよね、綺麗な方で、そういやマジ面白かった、このこれこれが面白かった、あ青色テントありがとう、そうそうなんです、かき揚げがマジ面白かったそうそんな感じで終わった落語1日目でした。で2日目はそうマシモとね一緒だったんですよ。でもまあ緊張しましたね、なんか最後だけどすごい緊張して、ヤマハのポイントすごい、31万ポイントって、そうなんかもうねマシもすごい緊張してて、でもなんか席がね隣だったんですよ、楽屋の席が。そうでもなんかこう一人でずっと練習したりしてて、なんか一緒に出るメンバーがこうマシモで良かったなってすごい思ってて私、うん、なんかいろいろ話したし、そうなんかねマシモは本当なんか話しやすくて一番今頼りにしているメンバーです。
はい、テントありがとう。そう。いやでもマシモもね、なんかすごい本当にね頑張ってたなーっていうのと、マシモも面白いんですよ。で、あのね、あのさ、小吉？違うな。え？長次郎、小吉、村一番の話をお調子者、スケロクだ、スケロク、スケラク、スケロク。スケロク、私あのやってたじゃないですか、話し上手のスケロク。そのスケロクでなんかこう、なんだろう、例えばさ、そのそれが牛だったんだよみたいな感じで言ったじゃん。なんかもうびっくりした牛だけに、あはははって、この笑った後、このそうダジャレ言った後の笑った後に、豚っ鼻のなんかこう笑った時にこう豚っ鼻みたいに出ちゃうのとかあるじゃないですか。あれできるって稽古の時に言われて、私あれできないんですよ。どうやってやってるのか分かんなくて、練習必死にしたんです。なんかその言うには、口を開けてこう吸ったら出るみたいな、息を吸ったら出るみたいな。そうできなくて、どうやってんのってなってて、そうなんかマシモに聞いたんですよ。そうマシに、あの豚っ鼻できるみたいな、もうできるよみたいな感じでカッてやってて、それでえ、なんかじゃあ笑ってあはははって笑った後にできるみたいな。って言われて、言ってできると思うよみたいな、あははかみたいな感じで言ってて、もうそれがすっごい面白くて、マジで面白くて、でそこにその演出家の方がいたから、すいませんみたいな感じで言って、私がマシモができるんですみたいな、私の演目でやらなくちゃいけないとこなのに、マシモができるんですって言って、私がでマシーがやってて、それをこう見てまた私が積もるっていう、本当に面白かったんですよマジで。どうやってんのって聞いたけど、なんかすんごいそれも詳しく説明するんですよ。そうなんか口を開けて、なんかこの舌をなんか張り付かせみたいな感じで言って、マシモがそんななんか豚っ鼻のために詳しく説明してるのが、なんかそれが面白くて、なんかそれでまたなんか積もっちゃって、私は結局できなかったんですよ。そうできなくて、そう練習したんだけどできなくて、最後まであがいたんですよ。最後まで必死に練習したの私できなくて、さ稽古の時もやってみたんですよ。そしたらなんか引き笑いになっちゃってできなくて、そうなので、なんかなんかね、私できなくてああって思ったんですよ。でこうやってるじゃないですか。でこうね、落語本番迎えて、なんかできたらいいなとか思いながらやってたんですけど、まあ結局やらなかったんですよ。失敗、そこで失敗したら逆に面白くないから。そう、それでなんか普通にやってって、もうなんか何回か噛んじゃったりとか、こう飛ばしそうになっちゃったりとかしたんですけど、なんかこう一人落語の方を無事に終えて、二人落語の方もこうなんか本番前にここどうしますみたいな感じで言って、じゃあ今回ポテトやるわみたいなとか言ったり、じゃあ私ウブやるね、ウブみたいな感じで言ったりしてて、そう
そうそうそう、二人落語の方はどっちかっていうとこう泣く感じだったんですね。そう、でもなんかなんだろう、小野さんがすごいこう楽しくこう笑こうなんか楽しくねやってくださってたから、私もすごい楽しくできたし、そう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 、私がねあの男役だったからなんか喋り方がすごい難しかったです、男性役。なんか私多分語尾が上がりやすいんですよ、女性って語尾が上がりやすいんだって。でも男性って語尾が上がらないからそこ気をつけてねって言われてたんですよ、稽古の時に。そう、それはすごい難しかったなって思って。で低い声を出せば出すほど声がちっちゃくなっちゃうからそれも気をつけてって言われたんです。そう、まあ確かに難しいなって。普段の声の明るさがこれぐらいだから男役って難しいなって思ったんですよ。だから声優さんで女性だけど男性の声出してる方とかいるじゃないですか、すごいなって思うもん。アルミンの役とかそうじゃんね、びっくりだよね、ゴンとかさね、キルアとかさ、すごいなーって思ったりして。そう、でも楽しかったです。うん、そうで、もうそんな感じでこうね2日間終わって、まあ私はそのおまけの部分で最後にこう落語の出演者さんにこう感想を振ったりする仕切り役を私がやったんですよ。まあその仕切り役がすっごい不安で超不安だったんですよ。もうなんせまあほぼこう初めての人じゃん、そう初対面の方にこうやるという、もう緊張する、もう本当に緊張して、そう出てきて、あ私が回さなきゃみたいな皆さん来てください、ありがとうございました、皆さんどうでしたか、急に振るっていうもう緊張しすぎて、もうそこはねもうちょっと頑張りたいななんて思ったりしましたね。はい、でもなんだろう、本当に楽しかったんですよね。で夜の19時公演、5日の19時公演は見るために残ったんですね。でなんか会場で見てたんですけど、同じ演目をやられてた雛形さん、雛形さんすっごい面白かったんですよ。多分見てない方の方がたくさんいらっしゃると思うので言うんですけど、すっごい面白かったの。雛形さんはもう普段からこう劇場というかステージに立って舞台に立って演じてる方だからこそなんですけど、すっごい面白くて、そう長次郎の布団屋のね息子の役でさ、そうなんかこう布団もうマジで本当に面白いから雛形さんのやつ本当に見てほしい、マジで面白かったんですよ。すっごいずっと爆笑したもん、あこんなに違うんだって思ったの。なんかなんだろう、本当にやる人が変わればあこんなに変わるんだっていう感じでしたね。すっごい面白かったの、本当にマジでいい勉強になったっていうぐらいすごい面白かったんですよね。うん、本当にいい勉強をしました。はい、楽しかったいや
テントありがとう。そうね、もう本当にすごすぎて、雛形さん終わった後に楽屋行って雛形さんに話しかけちゃって、私はマジですごかったですみたいな、マジで面白かったですみたいな、そう言って、もう本当にすごくて握手求めたんですよね握手してくださいって意味わかんないことしてて私本当にそれぐらい、なんかこう、なんだろう、演技が上手というか、こう笑いもこう起こすところも上手だし、なんかこうね、すんなりこう物語が入ってくる感じはすごいなって思って、もうほんと残って見てよかったって思ったんですよ。それぐらい本当にいい勉強になりました。うん、やっぱいいね、他の演者さんたちとか違う方とこう関わる機会があるっていうのがいいなって思いました。うん、そうそうで、なんか夜公演、私が終わった後のその夜公演はなんかマシモが豚っ放してたんですよマジでそれが面白くて、マジで本当に面白かったんですよ。あ、入れたみたいな。いや本当面白かったんですよね。笑っちゃったもんだって。いや私とやってた時の公演入れてなかったじゃんって思ったんだよね。でも入れてきてて、いやおもろいって思ってあの一人で後ろの方でもう本当にゲラゲラ笑ってたマジで本当に面白かった。ずっとつぼってた。周りシーンってなってる時も私一人でずっとつぼっててただの迷惑な人だったと思われてる絶対。もうマジで本当にツボだったんですよ、面白すぎて。そうなんか人間は早い命みたいな言ってて無限法要でね、なんかそうでね、はぁはぁはぁかみたいな、ひれたーみたいないや面白かった、本当に面白かったですね。そう確かそこだった気がするんだけど、マジで面白くて、いやーすごい私ができないことできるのすごい。そうでね、そう言い忘れたんですけど、二人落語の時ですね、1日目かなの時ですね、二人落語終わって私がこう最後まで行って残ってこう礼した後にこう小野さんをこう紹介してみたいな、小野さんはそこの部分しか出てないから紹介して拍手して去る、二人で去るみたいな感じなんですよ。で月が綺麗ですね、二人でこう礼ができるから、じゃあ時津風はこう紹介出てきてこう紹介してから吐けようみたいな感じなんで、私はその時すっかり忘れてて、もうパラソルありがとう、そう、あ、テントもありがとう、あ、テレビもありがとうそうすっかり忘れてこうレースするじゃん、あ、言って、あ、あったってな、あったもう満面の笑みで、よし帰ろうみたいな、立って降りてパッて見たらいるんだよ、えみたいな、え小野さんって思って、なんか小野さんがさ合図してるの、そうで、で待って、あ、やばい、マサだと思って、はい、ちょっと待って、私慌てて戻ってこうやってってってやっほー、そうすっごいびっくりしたの、一番慌てたと思うよマジであれはあのやらせとかじゃなくて、ただただ私が忘れてて、でもって、はあ、やらかした私最後の最後でって思って、もう本当にごめんなさい
握手して、いやでも逆にそれがこう笑いになったので、もうなんか本当に笑ってくださった方に感謝です。本当にマジであれで笑いが起きなかったら私はもう一生舞台立てないほどのトラウマになるところでした。本当にある意味一番の笑いどころだった。あれあれ本当もうびっくりしちゃった。本当にイレギュラーなの面白い。いや、よかった、本当によかったですよ。本当によかった、マジで。本当にあの時はもう本当に申し訳なかったです。いやありがとう、笑ってくれてそう、おまけでもねいじられて、もうよかった。逆にいじられずにさ終わったらもう本当にトラウマよちょっとほっとしたはい、そういやもう本当にそんなこんなで終わった落語でした。すごい楽しかったなって。いやー本当にね、私あと言ってないことあるかな落語で。いや、いっぱい言ったしな、大丈夫だよね。いや本当にね、本当に落語はすごいいい経験になるんですよ。本当になんかね、もうここにまだね台本があるんですけど、これぐらいの2つでこれぐらいのね厚さがあって、そうもうね、あのホチキスで止めてあるんですけど、もう取れるんですよ何回も練習してると。そうでもボロボロになっちゃうし、そうそれぐらいこう練習したんですね。でも本当にね、今台本一人落語の方はすっごいいろいろ書いてあるの、めちゃくちゃ書いてあって、そうここはこうするああするみたいな、そんな感じでねいっぱい書いてあるこの台本。去年やらせていただいた月が綺麗ですねとか、あと手の鳴る方への台本も取っといてあるんですよ。これも取っとこうと思って、あと家族の話の台本も残ってるし、もうそれぐらいねいい経験になるんです。去年は特にそう感じました。なんか本当に自分に自信がこうなくなってた時だったから、去年は特にだから、なんかこうやって、ね、自分のね苦手なことこう文字をこう見ながら言うこととかもそうだし、あのセリフを覚えることも私自分自身すごく苦手なんですね。だからなんか本当に自分にこの落語はできるのかって思ってたんだけど、こうできて、こう大きなミスをすることもなくできて、こうあ自分にはできるんだっていう、このなんだろう自信、落語が終わった後にこう自信がすごくついたんですね去年の時。だからなんかその本当に落語にはすごい感謝をしてて、自分に自信を持つことが、自分にこう自信を取り戻せたのがこの落語だから、すっごい感謝しているんですよ。だからこそまたやりたいってすごい思ったんですね。で1年後にこうまたねこうする機会ができて、で去年よりもさらにねハードルがこう上がったものだったので、またねこう何度かこう心が折れそうになったりしたんですけど、今回は一滴も涙流さなかったんですよこの練習で。去年はもうずっと泣いてました。なんで自分できないんだろうって、なんでセリフこんなに覚えられないんだろう、なんでこんなにこう
文字を読むだけなのにできないんだろうって思うぐらいだったんですけど、もうなんか今回は泣かずに本当にもうひたすら練習頑張ったなって思いました。だからなのかわかんないんですけど、こうね、演出家の方にもそうですし、ファンの方にもそうですし、関係者の皆さんにすごい褒めていただいたんですよ。安藤さんすごい良かったって言ってもらえて、すごくそれが本当に嬉しかったの。テントありがとう。そう、なんだ、力がなんちゃらの内容も良くて聞き入ってましたって、ありがとう。そう、なんかなんだろう、やっぱ人間ってさ、こう求められたいじゃないですか。そう、私は特にそうで、なんかこう頑張った分だけこうなんだろう、すごいって言ってもらいたいし、その分こう期待してくれてる分努力したいし、なんかなんだろう、求められたい人だからこそ、こう求めてくれた、そう、すごい安藤さんよかったって言ってくれたことがすごく嬉しかったんです、自分の中で。なんか、私のこともこんなに評価して、こんなにこうなんだろう、言ってくれる環境ありがたいなって、すごい嬉しかったの、純粋に。私をこう評価してくれてるところあってよかったっていうか、本当に嬉しかった。そんな感じです。だから私はもうまたすぐにでもやりたいと思う。落語大変だよ、覚えるのすごい大変だけど、稽古一回一回がすごい楽しい。そう、だからもちろんこの世界ってこう頑張った分だけがこうなんだろう、実るものじゃないけど、なんだろう、本当に純粋にこう頑張ってる人はもうこう報われてほしいなって改めて思った。そう、またやりたいっていう人珍しいって言われるんですよね。そう、向上心がすごいね。だってすごいの、向上心があることってすごいんですか。私はすごいって思わないかも、普通当たり前だと思ってる、この業界に入ったからこそ。台本覚えられるだけでも尊敬するわ。だってありがとう。テントありがとう。そう本当に嬉しかったなーって、そんな令和落語でしたね。そうで、その次の日はもうお買い物で、でそうお姉ちゃんがこうスニーカーを買ってくれたりとか、誕生日プレゼントでそうスニーカー買ってくれたりとか、あとは自分のご褒美で洗顔を買ったりとか、いいちょっといい洗顔をこう買ってね、ご褒美を自分にこう与えた一日でした。でそう、その後そう昨日ですね、はるか村がありましたね。もうはるか村はもう過去一カオスでした。カオスだったな、あの劇団本当にもう怖い。怖かった、逆に。そうエアマックス買いました。もう本当に怖いよ、もうあの劇団もういいよ、もうやんなくて。カ
カオスだったな。そう、私はもうね、ボケじゃダメだ。私はもう私はもうボケじゃダメっていうのがすごい分かった回でした私もちょっとねボケたかったんですよ。あの落語やったから、あ、ちょっと落語入れたいなって思ってボケちゃったの。ボケたらダメでしたねちょっとボケるのやめます、腹かぶらん時は。いやでもまあなんかこう、それもまたいい勉強ですよね。うん、それまたいい勉強、なんかそう感じました。うん、遥か村でもこの青木をして、青木をこうね持ってこうペンライトサイリウムを振ってくださってる方もう多くてすごい嬉しかったなーって思います。そんな1週間でした。今日はもうぐっすり寝て11時に起きて、その後クリーニング屋に行ってクリーニング、あのやっとダウンジャケット出せたんですよ。ダウンジャケット出してその後買い物行って、マジで冷蔵庫の中なんもないから買い物行ってそう買ってきました。今日、3回じゃあ昨日の夜に1回洗濯して、で今日2回でも洗濯物はすごかったんですよ。すごい初訪問がいっぱい、ありがとうございます。伊勢丹行ってないの今日、え、今日までだったっけ。行けばよかった。いやー洋服買ってないです。いやマンゴーの生チョコ、明日まで、明日一日お仕事なの。だからね、いけない、ダメだ。無印良品週間も明日までだし、みんな無印良品週間行った超おすすめするんだけど1年ぶりの無印良品週間だったからね。メンバーズの人は 10% オフだよ。そう、北海道店の方はあのロイズがあるから、ロイズをね、そうオレンジとマンゴーの生チョコ、もうあれが食べたかったのに。でもね、普通の生チョコ今大事に食べてる。今あの1列ずつ食べてるから、今2列食べよってる。いやもう本当に落語終わった後にあのチョコ食べれても幸せよ。はあ、うまーいって思いながら食べても、おいしいって美味しい、ロイズのチョコレートテントありがとう。すごい、まさかさゴール2までさ達成するなんて思ってもなかった。ありがとう、本当にたくさん、本当にありがとうございます。画面がバグっちゃったいやーI知帰る前に伊勢丹で買って帰りました。いいなぁ、いいなぁ。明日は一日お仕事です。嬉しい、お仕事やった。トミカ買ったの昨日。いやー本当にきょうもね、おうちのことも頑張ったし、明日からお仕事がつらいです。
明日お仕事の人、明日からお仕事の人、手あげて。へい、はい。いや、多いね。あ、青色テントありがとう。多いですね。いやだーって言ってる。いやー、頑張って。ちなみにみんな何連休だったの？はるか村の台本も取っといてあげてないだって。あ、シュレッダーにかけちゃったわ。昨日シュレッダーにかけた。終わって速攻かけたのよ。はい。6連休、10連休、すごい。いやうわ、7連休。うわ、いっぱいあるね。いやー、そんだけ休んだんだったらもう頑張れ。12連休頑張れ。5連休頑張れ。明日からお仕事頑張れ。応援してる。私も明日お仕事だから頑張ろう、一緒に。私はお仕事楽しい人だけど頑張れ。あ、ギルドギフトでした。頑張れ、応援してる。あの、ボイスメッセージも送るからさ、 LINE の公式 LINE 追加してくれたら届くから。働き方忘れた？働くんだよ。働かざる者食うべからずって言うでしょ。働かないとね、あのね、生きていけないよ。お給料もらえないしさ、あの、生きるためにはね、あの、なそが必要なんだよ。わかる？誤作みたい、なんか。はい。なそボイス楽しみだって。ありがとう。ボイスメッセージ楽しみにしてるね、だって。ありがとう。楽しみにしてて。働かざる者食うべからず。頑張れ、応援してる。働きすぎなんですけど。あんた常に会社にいるよね。公式追加しておかないと。追加してなかったの？悲しい。今からしといて。お仕事のためにお仕事頑張りますだって。なんかそれがさ、モチベになってるんだったらいいよ。でもなんか、はあ、ってなりながらやるんだったらそれは違うと思うから。従業員に働いてもらいます。すごい、何、働けって言っちゃった。テントありがとう。はい、はじめましてだって。ありがとうございます、来てくれて。テントありがとうね。落語と公演でナス大放出したので、あさってから頑張って働きますって。頑張れ、頑張ろう、一緒に頑張ろう。私はもう楽しくてしょうがないよ、最近の活動は。やっほー、もう闇期抜けてから、一気にね、楽しいから。闇期の時は本当皆さんにお騒がせ、ご心配か、ご心配おかけしました。6連休からの6連勤はしんどいです。あー、しんどいね。確かに。うちのお父さんも、あれだ、仕事だ。頑張れ、頑張れ、父ちゃん。頑張れ、父ちゃん。まだ私、手のかかる子なんだよ。手もかかるし、お金もかかる子供なんで。私も頑張って働きます。私も頑張って働くね。
今日が、あ、今日頑張ってさ、今日看板見てきました。あら、どうでした？看板。よいしょ。推しが元気ならいいのです、だって。嬉しいね、ありがとう。僕も仕事が楽しいと言えるようになりたいな、だっていや、私のこのしてるお仕事とさ、皆さんのお仕事はさ、また違うじゃないですか。祝日が2ヶ月ありません。そうなの、私関係ないんだわ今日のお馬さんも散々だったって。あら、今日お馬さんだったの？お馬さん散々だったの？どんまい、お馬さんなんてやってるからだよフフ仕事は楽しいけど人付き合い面倒い。あー、わかる。あのね、ほんと人間関係って大変じゃない、大事だよ。大事って言いたかったの人間関係は大事だよ、ほんとに。でもさ、なんだろう、この職場とかにさ、自分と合う人間がいないと大変だよね。そう、だからなんかこう、なんかあったら言ってきていいよ。私がストレス発散の場所になる。今日お馬さん買ってない。あー、いい子だすごい初見さんいっぱい、ありがとうございます。新潟に行かれる皆様を安全に行ってもらうのが仕事なんで頑張ります、だって。頑張れ。ね、あゆ太郎さんもやってますよね。同期が上司になりましたって、すごいじゃん。テントありがとう。あ、21時になったらじゃあ終わりにするね。いやー、いっぱい喋ったいっぱい喋った。え、そう、なんかさ、知らないうちに傷できてんだよね、ここ見て。なんかさ、お風呂入ってさ、いたって思ったらさ、なんか傷できたんだよ。なんだろう、今日片付けしてたからかな、痛くてびっくりしたの。痛って思って。全然大丈夫なんだけど、何で傷できたのか分かんないんだよこれ何の傷これ何の傷だか分かんないんだよね。そう、あとね、なんかね、ここがね、なんか赤いプツってできてんだよ。わかんないの、それは。なんかクマが来た、ありがとう。なんか涙袋のさ、ここにね、ここに、ここ、本当にここ、なんかちょっと見える、ここ、なんかさ、赤いんだよ。朝起きてびっくりしたの。えって思って、ここになんかできることあると思って。そう、謎です。なんだろうね、いつどこでできたかわからん傷、ほんとたまにある。そうだよね。え、物もらい、これ赤いの、嘘でしょ。嘘だと信じてる私は。いや、アイス食べていい残り20分ぐらいの時にアイス食べていいわ。ちょっとあれか、今日はね、ルマンドのいちごを買ってきたんです。 DMM でパーティー公演の初日見てました。何、今やってんの？あ、どうぞ、ありがとう。じゃあ持ってくるね。いちご、いちご、
焼きだ、じゃーん。そう、なんか安かったから買ってきちゃった、ルマンド。ルマンドいちご味あるよ。そう、やべえ、またこれボロボロこぼれるやつだ。ちょっとごめんね、なんかこぼしたら多分また掃除機かける。やばい、待って、20分で食べ終わるかな、食べ終わるか、余裕だ。やったー、うまっ。歯が痛い。配信終わったらコンビニ行ってやる。ルマンドのあまおういちごです。うまい。おいしい。うまい。食べるの早い。アイスだからだよ。アイス溶けるでしょ。うまい。やばい、待って、止まんない。早いかな、そうだ、早いかな。こんなに治ったんです。気をつけないと。美味しい。幸せ。こんなになったの？あらら。よそケンタッキー。え？来月から値上がりなの？マジで？悲しい。おいしい。見て、中にルマンド入ってんの。
周りのさ、これもなかっていうんですかのしっとりした感じにこのザクザクのルマンドが美味しいんだよ。うまいの。ね、周り冷たいアイスじゃん。最高でしょ。ラッシュロこれね、4つこうつながってるんですよ。うまっ。全然余裕だったわ。うまっ。なんかもうアイスじゃないよ、おやつ。20分全然かかんなかったわ。なんかさ、アイスって溶けちゃうじゃん。まあこれも溶けるけど、お菓子みたい。なんかお菓子が入ってるからなんだろうけど、なんか食感がアイスじゃない、お菓子。うん、アイスっていう感覚ないわこれ。うん、最悪。うまっ。甘いわ。でもうまい。待って待って、落語落語落語。落語になっちゃった。ちょっとテントありがとう。落語になっちゃった。いやー美味しかった。なんかこのイベント、このイベントも最後の最後に次のゴールまで達成できて嬉しかったです。ありがとう。ゴールにって何お肉？高級国産和牛！やったー！やったー！高級国産和牛だって。高級だって。普段食べない。普段食べない。
高級国産和牛。やった。ありがとうございます。楽しみ。楽しみ。焼肉配信する。やったね、ありがとう、本当にみんなありがとう、たくさんテント送ってくれてありがとう。そう、いやー、いいゴールデンウィークだ。あー、ちょっとこぼしてる。いい？掃除機かけるね、ちょっと。いくよ。ありがとう。ちょっと ありがとう。ちょっとどうしても気になっちゃってごめんね。来ちゃった眠くなってきた。明日は、あ、お仕事。大事。幸せそうな顔見たらこっちも笑顔になるわ。だって、あら、ありがとうございます。なんかね、お父さんがね、もうそろそろ新潟行きたいんだってお父さんから来た、俺も頑張る、頑張れって来てた。ありがとうって送っとこ。いつ来るんだろう、いつ来るのって言ってみよう。新潟ずーっと言ってるんだよ、お父さんが。ずーっと新潟行きたいって11月から行ってないって言ってるの。ゆうますっげー散らかってんだよな。でもすげー散らかってんだよな。いい加減やねやばい。こんばんは、かっこ遅いもうゴールデンウィークの振り返り終わっちゃったぞ。いつ来るんだろうね。記録にならないからみんなあれかな、お風呂とかかな。冬物を持って帰るのかな。いやー、でもそうね、ちょっとだけ荷物が結構あるから、それを持って帰ってもらいたいところではありますね。ちょっとね、冬物をね、たくさんあるんですよ、かさばるから。冬物、そうね、エアコンの掃除もちょっとお父さんにお願いしようかなって思ってるエアコンの掃除怖くて自分でできないんです。なんか自分でさ、こう違うの TikTok とか出てくるんですよ、エアコンのなんかお掃除の仕方みたいな。まず私エアコン開けるのが怖い。そのままなんかバキっていってさ、壊れたらさ
元も子もないじゃん。怖くてできないだから。ちょっとだからお父さんにお願いしようと思って。そう、この電気のトラウマがあるのよ。いつがいいって聞かれた。いつでもいいよ。本当に行きたいんだねお父さんね。エアコンの掃除お願い。ハート。新品の CD を撮るみたいな。ああそう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 、了解ってきた。了解ってきた。ありがとう。ありがとう。ニコニコ。あざとい娘さんで。あざといか今のあざとい。はあ面白い。いつ来るんかな。予定は送ったから、いつだろうね。わからん。お父さん優しいですね。そうお父さん優しいんです。そう。そう来週来て。そうどうなんだろうね。わからん、わかんない。本当にわからん。やっほー、こんばんは。いやーでもね、頑張んないと。まだまだ。ほう。頑張んなくちゃいけないので頑張ります。はい、ということで、はい、壇上読めます。13位ハブトゥーセーブさん、13位ハブトゥーセーブさん、12位グッピーさん、12位グッピーさん、11位五代優作さん、11位五代優作さん、10位パンダの帝王さん、10位パンダの帝王さん、9位ホッシーさん、9位ホッシーさん、8位ペンギンサンタさん、8位ペンギンサンタさん、7位アンポンさん、7位アンポンさん、6位タッチンさん、6位タッチンさん、5位マイクさん、5位マイクさん、4位かばちゃんさん、4位かばちゃんさん、3位ゆうなかさん、3位ゆうなかさん、2位かずみねさん、2位かずみねさん、1位佐藤つかさん、1位佐藤つかさん。変わったー。待って、順位また変わったんだけど、ちょっとどうしよう。まあ一応1回だけ言うね。じゃあ13位グッピーさん、12位五代ゆうさくさん、11位パンダの帝王さん、10位ほっしーさん、9位ペンギンサンタさん、8位アンポンさん、7位タッチンさん、6位マイクさん、5位かわちゃんさん、4位ゆうなかさん、3位かずみねさん、2位佐藤塚さん、1位龍さん、ありがとうございます。はいね、ほんとゴールデンウィークね、ほんとに落語もあり、愛南もあり、卒業公演もありで、ほんとにたくさんね、なんかなんだろう、充実したゴールデンウィークでした。あ、はるか村もありですね。すいません、忘れてました。はい。でね、なんか今日までのこのゴールデンウィークのイベントも第2ゴールまで達成できて嬉しいです。第1ゴールで限界かななんて思ったりしてたんですけど、まさかまさかでした。ありがとうみんな、本当に。青いテントね、ピンクのテントもそうですけど、
投げてくださった方本当にありがとうございました。楽しいゴールデンウィークありがとう、だってこちらこそ本当にありがとうございます。うん、私もすっごい楽しかったですね。5月中にソロ公演をこう頑張って完成させたいので、ね、ソロ公演の方にこう切り替えて頑張りたいと思います。お疲れもたくさんありがとう。ヤッホーも来てる、ありがとうございます。うん、そう、はい、てなわけでもうそろそろ21時になるので終わります本当にたくさんありがとうございました。また会いましょうルーム。明日から本当ね、仕事始まる方たくさんいると思うので、頑張りましょう。ではでは、ありがとうございました。おやすみ、またね、バイバーイ。